DMC Games 治療シアターレリー記念研究所でお送りいたします。どうも上石です。では早速デッドバイデイライトをやっていきたいと思います。あ、エースのおじさま、こんにちは、よろしくね。で今回はね、救急箱、紫の救急箱を持ってきたんでね、セルフケアをというパーク、自分で直せるパークですね、自分自身のことを。そいつを切り捨てて、新たにしなやかって言って、物を飛び越えた後に、まあなんか全力疾走できるよっていう、おっと近いぞ。おっ。怖い。パークを今回つけてきたんで。どこどこどこ、おっ。いって何今の見えなかった。殺人鬼なんだった。おお、レイスちゃんよろしくね。逃げるよ俺は。ちょっとあーごめん、直して。こう紫の救急箱を持ってきてるのに他人に直させるという、ありがとう。あ、本当にごめんなさいマジでね、調子が悪い。よいしょ。あー、ちょっとエースおじ様が追われておりますね、多分。さあこのステージでレースだとね、透明感なされるといきなり現れて怖いね。次行こう、次。さあ基本的にこの3人で固まっていきたいね。さっさとエンジンを直して脱出したい。お、あったけど1人用やんそれ。俺らできないよ。2人用か3人用ないのかな。ここはエンジンないね。ん、真ん中直しちゃう。結構リスク高いけど。よし、じゃあここやろう。待って、早速近いけど平気これ。おっと、やられた。どこ、そこ近いぞ。こっち来るか。こっち来ないかな。来なさそうだね。ちょっとさっさとここは直しておきたいけど、来るかなこっち。ここ意外となんか亡者の叫び声みたいなのがうるさくてね、エンジンの音聞こえなかったりするんで。おい、ナイス。さあ、じゃあエースのおじさま助けに行っちゃおうかな。さあ、まあレイスさんは多分消えてるから、まさか近くにいたりしないよね。はい、助けに来たよ。紫の救急箱を使う時が来た。早い。あ、しかもリーダーでもっと早い。ナイス。じゃあここのエンジン直さん、誰か。あ、ありがとう。と言っても来てるよ。でも大丈夫そうだね。もう一人の子が追われてるのかな。あ、本当に調子悪い。ほんとごめん。あ、痛い。あと来てる。俺が飛び出す。オッケー。俺がおとりになろう。みんな逃げるんじゃ。しなやか、早い。やばい、あぶねえな。もうよいしょ。もうダメか、間に合わん、間に合わせる。絶対逃げてみせるぜ。詰まった詰まった、やばい。あーくそ、あーここ地下ですやん。だが俺には決死の一撃という特殊なパークがあるんで行きまーす。はい、完璧。あ、エースのおじさまこんにちは。逃げた方がいいですよ。倒したい。はい、どうも。あれやられんのびっくりするんだよね。キラーやってるとわかるけど、見えてなかった時とか特にね。直したい、直した。バレてない。おっと、危ねえなもん。あ、痛い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 。乗り越えてスピードアップ。直しといて。あ、詰まった詰まった。あ、また詰まった。もういろいろ障害物が多すぎるここ。ちょっといい。ちょっと安全策を取って板の近くとかで直したいんだけど。俺も結構板使っちゃったから。こことかあるあるわ。うわー、ありがとう。倒して。でも来てる。あ、大丈夫そうだ。あ、来てます。 OK、 どいてねー。めっちゃ音立ててみた。ぶねえなもう。逃げたい。ああ、ここ行き止まり。ああ、ありがとう肉壁。しなやか。おい、逆にやられてしまった。こっち来い。ああ、まあ来るわけないよね。救急キットで治療。ちなみに今板倒したのは別に煽りとかではないです。正直間違えました、ボタン。他の2人はエンジン直してくれてるのかな。ちょっとエンジン直さないと厳しい。おっと、もう助けたの早いね。エンジンを探して直していきたい。どこにあるんだエンジンは。ここね、ちょっと建物の中だからエンジンの場所がすごい分かりづらいんだけど、ここもついてるから。で、真ん中もつけたし。おっと、違う人が追われてるね。あとはどっかの部屋の中とかか。やられとる。ちょ、頑張ってくれ。まあ俺も人のこと言えないけど、散々追いかけられやられてたから。ここのエンジンも直ってるっぽいね。ちょっと待った。あとどこ。ナイス。どこ。あっちか。あっちか、ここや。めっちゃ近かった。とりあえず開けておきたい。あ、でももう助けてんじゃん。すげえ。お願いだ、あと半分間に合ってほしい。あー、余裕そうだね。お、みんな来たか。ほら、開いた開いたよ。ここで直すぞ。さすがリーダー、早いっすわ。どうもどうもどうも、ありがとうございました。もう一人の人が大丈夫かな。ちょ、あ、来ちゃった、こっち。でもありがとうございました。あー、よいしょ。はい、というわけで無事脱出できましたね。お、貢献度、まあまあ、うん、まあまあっすね。まあまあ。もう一人の人大丈夫かな。あ、もうみんな脱出してる。というわけで、今回のデッドバイデイライト、ここで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイ、センキュー。